8月6日晴れ、君に恋してること、僕は君に告白した、緊張した。君はなんでか泣いて、その後少し微笑んで、何にも言わず僕の手握ってくれ。10月6日晴れ、2ヶ月記念日に、僕は君にキスした、緊張した。君の目を閉じてて、キスが終わった後も何にも言わず僕の手握ってくれ。寒かった君へのプレゼント、何にしようか悩んで、あっちこっち歩いた、ニヤニヤしながら。3月6日曇り、僕と君忘れ違った、ほんの些細なことから喧嘩した。君は僕に背を向けてて、僕もそっぽ向いてて、横目で見た君の肩が震えてた。ときめく恋を殺せられず、全てを君に求めた。その手のぬくもりが恋しいのに、心が離れて、6月6日雨、君の夢で目覚めた、告白した時の君だった。すれ違う気持ちも、意地いっぱいなとこも、やっぱり僕の恋は君だった。8月6日晴れ、僕は君を呼び出した、どうしても会いたいって呼び出した。1年経ったけど、相変わらず恋しい気持ち、僕は君に告白した、緊張した。君はなんでか泣いて、その後少し微笑んで、何にも言わず僕の手握って。